俺はあんたと手を取り合って一生一緒に過ごしていたかったな。最近ネットで話題になってた例の記事ですけど、もう見ました？そうです、そうです。よかった、先輩もちゃんとエンタメニュースに興味があったんですね。私は関連した記事を一通り読みましたけど、テンペル・アウグストゥスは17世紀の伝説らしく、幸運にも見れた人によればアフロディテを連想させる奇跡のようだったそうですよ。しかももし愛する人と一緒にその花を咲かせることができたら、二人はアフロディテの祝福を授かれるらしいです。確かにその通りです。ですが噂によれば、ごく少ないお金持ちの方がまだ球根を持っているそうなんですよ。はい、ただステラシで活着に成功した方はたったの一人だけみたいですけどね。確かで、レスターさんという方です。ですが、そのレスターさんという方はとても変わった人らしいですよ。確か数百年も花器園芸に携わってきた一族の方で、それこそ業界では有名人なんだとか。友人が言うには、レスターさんが引っ越してきた20年ほど前はとても注目されていたのですが、最近になって急に活動を休止されたそうです。私もそこまではわかりません。ただレスター夫婦は相変わらずお花が好きだったらしく、活動していなかった数年間を使って今までの経験をまとめた「センペル・アウグストゥス栽培手記」という本を書いたみたいです。そこにはセンペル・アウグストゥスを栽培する上で最も大切な情報が記載されているそうですよ。そうですね、大金でその本を買い取ろうとした方もいたそうですけど、レスターさんは頑なに売ろうとしなかったみたいです。それに現役を引退した後のレスターさんはどうにも気が難しくなってしまったようで、所有しているメゾン・ド・アデルソンを封鎖し、特別な人以外の出入りを禁止してしまったんだとか。簡単に言うと、レスターさんに選ばれた人ということになりますね。レスターさんは毎年かなり変わった方法でメゾン・ド・アデルソンに入れる方を選んでいるんです。例えば今年、彼はメゾン・ド・アデルソンの名義を使い、ネットでセンペル・アウグストゥスの美を追求しようというイベントを開催しました。イベントの参加者には個人情報を提供してもらい、自分が得意とする方法でセンペル・アウグストゥスの美しさを表現してもらいます。そしてそのイベントで勝ち残った人間が今年の特別な人に選ばれるというわけです。彼らはメゾン・ド・アデルソンへの訪問が許されるだけでなく、栽培手記を入手するチャンスも与えられるんです。
とっくに終わりましたよ。優勝者は全員で6人で、みんなレスターさんから直接招待状を受け取りました。はあ、羨ましいです。私も一度でいいのでこの目でセンペル・アウグストスを見てみたかったです。そうですけど、それがどうかされましたか？こんばんは。何話してるの？俺も混ぜてよ。その通り。ちょうどこの近くで商談があってさ、終わってお腹が空いてる時にちょうどここのラーメン屋がにぎわってるのが見えたんだけど、まさかお姉さんたちまでいるとはね。もし迷惑じゃなければ同席してもいい？すみません、牛煮込みラーメンを一つお願いします。そういえばさっきメゾンドアルデソンの話をしてなかった？最近ネットで話題になってたからね。知らない方が珍しいんじゃない？そうだね、そこそこ信憑性のある話だと思うよ。というのも、ですです、すごく気になります。呼び出しです。私はこれで失礼しますけど、お二人は気にせずゆっくりと話していてください。それはお二人で食べちゃってください。お腹空いたな。でも俺の分はまだだろうし、我慢するしかないかな。ありがとう姉さん。さっき言った信憑性の話だけど、実はさ、泉家でもセンペル・アウグストゥスの球根を保管してるんだよね。まあね、けど俺も含めて父さんも兄さんもそれを活着させることができなかったんだ。人生で一度でもセンペル・アウグストゥスを見ることができれば、きっとそれだけで幸運なことだろうね。
こんにちは。何かご用でしょうか。申し訳ございませんが、このメゾンド・アデルソンは特別なお客様しか応接してはならないと主人から仰せつかっております。なので失礼ですが、お客様は招待状をお持ちですか？招待状をお持ちでない方はご案内いたしかねますので、申し訳ございませんが、お引き取りください。奇遇だね。まあね。正確に言うと、ある任務を遂行するために来たんだよ。それは秘密。それよりあんたはどうしてここに？そっか。にしてもお姉さん、扉の前でずいぶんとうろうろしてたみたいだけど、どうする？一緒に中へ入ってみる？こんにちは。こちらの友人とレスターさんにお会いしたいのですが、ご都合はいかがでしょうか？はい、あなた様をご案内することは可能です。ですが、そちらのお客様につきましては。もうここまで来ちゃったんだし、帰らなくてもいいよ。ではすみませんが、レスターさんに伝言をお願いできますか？もしご都合がよろしければ、レスター夫人の旧友、泉静香の息子とその友人に、ぜひご挨拶の機会をお与えください、と。かしこまりました。ではしばらくお待ちください。主人の許可がおりましたので、どうぞお二人ともお入りください。実はレスター夫人と母さんは昔ながらの親友でさ、レスターさんも奥さんのことを大事にしてたから。
だから彼が訪問を許可してくれたのもレスター夫人のおかげかもね。さ、一緒に入ろう。どうぞ中へ。主人がお待ちしております。栄光の王冠か。この絵に描かれた女神、なんとなく雰囲気とかがあんたに似てるね。さしずめ、君らもセンペル・アウグストゥス栽培式を求めてきたのだろう。私は湯川凛といって、こちらのおじさんと同じ牡蠣販売事業に携わっています。いや、はじめまして。俺は金子隆と言います。で、こちらの二人は？収集の世界に関心があるのでしたらご存知だと思いますが、双子の収集家古賀浩一さんと浩二さんです。そして、はじめまして、私は翼、ステラ大学歴史学部の生徒です。はじめまして、俺は泉圭です。これはこれは、今回はライバルが多そうですね。お二人も招待状をもらって来られたのですか？俺が招待状をもらっています。確認しますか？いえ、大丈夫です。ただ少し確認しておきたくて。先ほど分かったのですが、ここにいる優勝者はみんな誕生日が6月21日だったんです。だからそれも例のイベントを通過するための条件だったのかなと思いまして。泉さんもご存知ですよね、例のイベントは毎年参加者が大勢いましたから。確かに、俺も6月21日生まれです。本当ですか？ということは、私の推測は間違っていないのかもしれませんね。
皆さん、お待たせして申し訳ない。どうぞおかけください。皆さんはセンペル・アウグステス栽培式が目当てなのですよね。ですが、ネットの情報にもある通り、この式は私と妻が心血を注いで書き上げたもので、私にとっては非常に特別な宝なのです。そのようなものをたやすくお譲りすることはできません。ですから、皆さんがどうしてそれを手に入れたいのか、理由をお聞かせ願いませんか。子供の頃、私は他の方の絵でセンペル・アウグストゥスを見たことがあります。それは揺れ踊る炎のように絢爛で、私は目を離すことができませんでした。その後、資料などを数多く探してみましたが、センペル・アウグストゥスには多くの特別な意味があったんです。愛し合う二人がその花を咲かせることができた時、女神アフロディテの祝福を授かれる。なので、私は自分の大切な人にその祝福を送りたいのです。そうなの？具体的にどう似てるのか聞かせてくれない？その仲のいい友人ってさ、もしかして俺のこと？なので、私は自分の大切な人にその祝福を送りたいのです。そうなの？具体的にどう似てるのか聞かせてくれない？その仲のいい友人ってさ、もしかして俺のこと？ありがとね。お姉さんのような友人を持って俺は幸せだよ。
若さとはいいですな。元気があるし考え方もロマンチックだ。俺のような中年にはとても真似できませんよ。俺が手記を手に入れたい理由は、センペル・アウグストゥスを活着させ大規模な栽培を行いたいからです。ビジネス面で見ても価値の高いものはそれを最大限に生かすべきだと考えています。そうだよな、湯川社長。ちょっと待ってよ、金子さん。誰しもがあなたみたいにお金が目当てってわけじゃないのよ。私は違いますからね。夏季販売に携わるビジネスマンとして、私はただあの美しい花がなくなってしまうのが耐えられないだけです。まったく綺麗事を。お二人はどうですか？珍しいものを自分のコレクションに加えたいと思うのは一人の収集家として当然のことですよ。それに私たち兄弟のようなエレガントな人間にこそセンペル・アウグストゥスはふさわしいですからね。皆さんの理由についてよく分かりました。私と妻は本来手記を一族以外の人間に譲るつもりはありませんでした。ですが残念なことに私たちには子孫がいないため、100年も経たずに手記は失われてしまうでしょう。センペル・アウグストゥスが完全な伝説となり、人々の記憶の中だけの存在になってしまっては困るのです。なので慎重に考えた結果、私たちが選んだ方に手記をお譲りすることにしました。その方の選別方法についてですが、ここにいる皆さんにあるゲームに参加していただきます。その通りです。もちろん参加したくないという方は棄権してくださって結構です。興味深いね。どんなゲームかは分かりませんが、ぜひ参加させていただきます。チューリップは愛の祝福を象徴するだけでなく、リーダーが持つ権力と栄光の象徴でもある。そのため皆さんに遊んでいただくのは王様ゲームです。王様の命令は絶対。ゲームの優勝者は本物の王様となり、立ち会い人である審判がそのものに王冠をかぶせる。ゲーム開始後、プレイヤーは全員がトランプを引き、ジョーカーを引いたプレイヤーが王様となり、他のプレイヤーに任務をこなすよう命令することができる。このルール、一般的なものとは少し違うみたいだね。そうじゃないけど、
説明を読んだことならあるからさ。確かに違うようですね。見てください、命令できる内容はすでに指定されているようです。1つ目、一度に5杯のブランデーを飲み干し、計算問題に正確に答えよ。2つ目、絵に従い時間内にブロックビルディングを完成させよ。3つ目、1分以内に20枚の絵のピースを元に戻せ。運という要素を除けば、任務をこなせるかどうかはかなり重要なポイントになりそうだね。全てのプレイヤーが任務を遂行した後、改めてカードで王様を決める。そして最後の一人になるまでそれを繰り返す。最後に残ったプレイヤーは2本の剣の中から権力の剣を選ぶ必要があり、もし選択を誤った場合はゲームオーバーとなる。反対に正解したプレイヤーは勝者、真の王様となり、審判より王冠を授けられる。レスターさん、ロビーに飾られていた油絵ですが、あれらのテーマである体感はこのゲームと何か関係があるのですか？ええ、皆さんが読んでいる王様ゲームのルールは、私たちの先祖が昔行っていたゲームをアレンジしたものです。もともとはレスター家の後継者を選ぶために行っていたことで、私たち一族の伝統なのですよ。私たちの先祖も遠い昔、王様ゲームのような闘争を勝ち抜いてきたのです。なので私たちにとってこのゲームには非常に大きな意味があるため、皆さんには伝統衣装を身にまとって挑んでもらいたいのです。わあ、すごい。随分と変わったルールですが、センペル・アウグストス栽培式のためならレスター家の伝統を尊重するくらいはしますよ。私もです。それにあそこに見える衣装って、ヨーロッパの貴族たちが着ていたようなドレスですよね。では好きな服装を選んでください。そちらのお嬢さんはこちらへ。あなたにはレスター家の女神が着ると言われる正装を着て、このゲームの立ち会い人、審判者になってもらいます。これもある種の縁なのかもしれません。あなたの気質はレスター家の女神イミカナと酷似しています。俺もあんたが適任だと思うよ。それに優勝者は審判者から王冠をかぶせてもらえるんでしょ？なら俺が全力で勝ち残ってみせるから、あんたは俺とあんた自身を信じてみて。
あんたが着ている衣装もすごく綺麗だよ。絵に描かれてた審判者よりもずっとね。よく見たら、お二人のその衣装、あれによく似てますね。そうそう、即位したばかりの国王と美しい王妃ですね。いえ、恐縮です。やはり私の目に狂いはなかったようだね。あなたは女神イミカナにそっくりです。遠い昔、先祖が勝利を勝ち取った時、女神イミカナが彼に戴冠を行いました。ここに描かれているのは当時の戴冠式の一部始終なのです。その際に儀式の注意事項、戴冠に際する誓いの言葉、それから審判者と国王の会話が記載されています。本日の王様ゲームで勝者が生まれた場合、我々はこの流れを遵守し戴冠式を執り行います。あなた方にとってこれはただのゲームに過ぎないかもしれないが、レスター家にとっては大いなる意味を持っています。お気持ちは共感できます。大きな一族が衰えずにここまで存続できたのは、それなりの信仰と守るべきものがあったからなのでしょう。その通りです。さあ、そろそろゲームを始めましょう。どうぞこちらへ来てください。皆さん、ルールはもう分かりましたか？はい、よく分かりました。私たちも問題ありません。私はもう暗記しちゃったくらいですよ。わかりました。ではゲームを開始します。皆さん、幸運を祈ります。緊張するね。どうかジョーカーを引けますように。ついてないです。いや、違うね。心配ないよ。滑り出しが悪かったとしても勝利を逃すってわけじゃないから。ジョーカーは私です。ただいまより王である私が任務を言い渡す。まずハートのエースとハートの6は一度に5杯のブランデーを飲み干し、計算問題を正確に解くのだ。そしてハートの2とハートの3は絵に従ってブロックビルディングを完成させよ。ハートの4とハートの5は1分以内に20枚のピースを1枚絵に戻せ。ハートの4か、
素晴らしい。俺はハートの2だね。応援してくれてありがとう。安心して任せて。こいつほんと早いね。俺がさっきやった時はどこにどのブロックをはめていいのかさっぱりわからなかったよ。ふん、人の肩を持ってどうすんだよ。平気平気、どうせ最後に勝つのはお前だからな。それはまだわかりませんよ。10 9 8 7。できました。この城が絵と同じものかご確認をお願いいたします。どうやって？取るに足らないテクニックとほんの少しの運ですよ。はあ、やっぱりすごいわね。どうも。問題ありません。泉圭さんの挑戦成功を認めます。やっぱりあんたがそばにいてくれると運も調子も良くなる気がするよ。誰が今日の勝者となるのかますます気になってきましたね。あんたはどっちであってほしい？お望み通り、ジョーカーだよ。
王の命令は絶対だ。ハートの2、時間内にブロックビルディングを完成させてください。ハートのエース、一度に5杯のブランデーを飲み干し、計算問題に正確に答えよ。ハートの2だ。だが絶対に負けはしない。最後の王は私だ。お、それではご活躍をお祈りしておりますね。古賀さん、準備はいいですか？オーケー、準備できました。ではカウントダウンを開始します。だね。けどあのスピードじゃ5分以内には終わんないかな。さすがお姉さん、俺のことをよくわかってるね。あんたの言う通りだよ。実は3枚のカードの位置を暗記してたんだ。さっきのブロックビルディングの任務を彼にやらせるためにね。早くしろよ、間に合わないじゃないか。こんなスピードじゃ亀の方が速いぞ。頼むから静かにしてくれ。古賀さんは任務に失敗しましたので脱落とします。お次はあなたの番です。わかりました。安心してよ、俺は何杯飲もうと倒れたりしないから。それに本当に酔っていたとしても意識を失う前には問題に答えられるよ。では1杯目。平気だよ。問題に答えてもいいですか？175×40 足す2999。では5秒以内に回答をお願いします。うん、
9999。おめでとう、正解です。嘘だろ、あの若いの本当に勝ち抜きやがった。いや違うね、まだ最後の試練が残ってる。毎回毎回運が彼の味方をしてくれるとは限らない。この2本の剣のうち1本が殺戮の剣、そしてもう1本が権力の剣となっています。このゲームの優勝者となるためには権力の剣を選ぶ必要があります。けどこの2本の剣、つかもさやもまるで一緒よ。これでどう見分ければいいの？もしかして完全な運任せってこと？ええ、その通りです。王冠の用意もできました。さあ選択してください。今回ばかりは本当に運を天に任せるしかないみたいですね。湯川社長、左と右どっちだと思う？右かな。左に決まってる。ありがとう。決して失望させたりしないよ。ありがとうございます。あなたはこのゲームの王様だ。やっぱりあいつが勝ったのか。まったく、運のいいやつだな。次は戴冠式を執り行います。戴冠式の流れについてお二人はまだ覚えてますか？はい、もちろんです。そうですか。儀式を始めてください。
そういえば、さっきは言い忘れてたんだけどさ。あんたの黒いドレス姿、すっごく綺麗だよ。あんたがそれに着替えた時からずっと、俺は必ずこのゲームを勝ち抜いて、あんたに王冠をかぶせてほしいって思ってたんだ。敬愛なる審判様、どうかこの私に最高の栄光と権力をお授けください。誓います。誓います。天のご加護があらんことを。私はこの利権をもって正義と平和を擁護し、公平と慈悲深い心に勝利を捧げます。完璧な儀式でした。儀式は終わりましたよ。お二人とも本当によくやってくれました。審判様、そして女神イミカナ様、私への祝福を感謝いたします。もう少し写真を撮っておきましょうか。お二人はそのままでお待ちください。失礼ですが、お二人はもう少しお付き合いください。何分妻が会いたがっておりましてね。レスター夫人が？ちょうどよかったです。
こちらもぜひゲームが終わったらご挨拶したいと思っていたところでしたので。そうでしたか。では彼女は裏庭におりますので、どうぞこちらへ。ご自宅の庭にこれほど立派なものを作るのはさぞ大変だったでしょう。そうですね。この庭はもともと何もなかったですからね。そんな場所に妻と二人だけで植物を植えてきたので、このようになるまでは20年余りの時間がかかりました。その通りです。危ない。神から栄光の王冠を授かったばかりなのに、清風までもが俺に皇后を送ってくれるとはね。あんた以外他に誰がいるの？戴冠式の時から思ってたんだけどさ、もし俺たちが本当にあの時代に生きてて、仮に俺が王様になれてたとしたら、俺はあんたと手を取り合って一生一緒に過ごしていたかったな。あ、本当だ。ショルダーベールが茨に絡まってたみたい。大丈夫みたい。じっとしてて。俺が見てあげるから。確かに結構しっかり引っかかってるね。ちょっと待ってて、すぐにほどいてあげるから。もう大丈夫。あの子たち、仲がいいわね。ああ、私たちの若い頃と一緒だな。あの頃のあなたよりも、あそこの彼の方がずっとかっこいいわよ。でも君は、あのお嬢さんと同じくらい綺麗だな。
レスター夫人、はじめまして。その、私に会いたいとレスターさんからお聞きしたのですが。ええ、私は一度ケイ君に、静香の息子に会ってみたかったの。私もです。私もぜひあなたとレスターさんにはお尋ねしたいことがありました。そうなの？なら今日の勝者はあなたですから、お先にどうぞ。では僭越ながら、お二人は栽培式をセンペル・アウグストゥスを大切に思ってくれる人に譲りたいと、そうお考えなのですよね。では以前のイベントについても、その候補を探すために催していたのですか？ええ、その通りです。私は先ほどある事実を耳にしました。この度のゲームの参加者たちは皆6月21日生まれだったそうです。これは何かの偶然ですか？それともお二人が設けられたルールの一つなのでしょうか？それは…話すと長くなりますが、私たちにはかつて子供が一人いました。ですが6月21日に生まれたあの子は、その後すぐに亡くなってしまったんです。あの子が亡くなったのは自分のせいだと、妻はそれ以来気を病んでしまって、年々体の調子も悪くなっていきました。セン・ペル・アウグストゥスのような美しい存在をなくしたくはない。そう思っているのは本当です。それに、あの花を受け継いでもらうことは我々の本望であり、同時に責任であるとも考えています。6月21日という条件については、確かに私たち夫婦の私情です。息子のことを大事にしてやれなかった思いを、そのような形で整理するしかなかったのです。どうかご自分を責めないでください。あなたもご存知の通り、私の母は病弱だったため、私を産んだ後すぐに亡くなってしまいました。だから私もあなたと同じように考えていました。自分のせいで母を死なせてしまったと、自分は罪深い罪人だと。ですが月日が経ち、私の考えは少しずつ変わっていきました。お子さんにお会いしたことはありませんが、あなたのお子さんもきっと母親の健康と幸せを願っていたはずです。私たちは幸運にもこの世で生きることができました。ですから亡き人たちの祝福を受け止めて、精一杯日々を過ごすべきかと思います。ありがとう。もしあの子が生きていたら、今頃ケイ君と同じような年齢だったでしょうね。ごめんね。よければ抱きしめてもいいかしら？もちろんです。お体を大切にしてください。ええ、私の子供のためにも自分のためにも
そうするわ。そうだ、王様ゲームの勝者であるあなたにこれを渡しておかないとね。ええ、このセンペル・アウグストゥスは私たちの出会いと今日までの日々を見守ってくれた二人の努力の結晶です。なので手記の内容を無断で他人に教えたり個人の利益のために悪用することはお控えください。この手記を参考とし、お二人が無事に愛の花を咲かせられることを私たちはお祈りしております。ありがとうございます。約束は必ずお守りしますのでご安心ください。それじゃあ、二人にもし用事がないようなら、この後一緒に食事でもどう？せっかくの機会だから、もっとお話ししておきたいわ。はい、ぜひご一緒させてください。あんたはどう？時間が過ぎるのはあっという間ね。それにしてもあなたを見るたびに静香のことを思い出すわ。静香、あなたのお母さんもね、実はセンペル・アウグストゥスが大好きだったのよ。私から見た彼女はセンペル・アウグストゥスのように高貴で優雅な存在だったわ。ありがとうございます。母はあなたのような友人がいてきっと幸せだったと思います。時間があったらまたいつでも遊びにおいでね。はい。お姉さんっていつも俺の考えてることを簡単に見透かしてくるよね。ならお言葉に甘えて。俺は生まれてから一度も母さんに会ったことがないんだ。だから母さんに関することは全部他の人から聞いた話とか父さんの日記から得た情報しか知らないんだ。ただそれでも俺は母さんの息子として生まれたことが幸せだし光栄にも思ってる。それくらい母さんからの愛情は途切れたことがないんだ。誕生日なんかもさ、母さんが用意してくれたプレゼントが毎年俺のとこに届くんだよ。しかもそれらのプレゼントは厳重に保管されてて、俺の年齢と同期した鍵でしか開けられない仕組みになってるし、なんていうか母さんは自分なりの方法で俺と対話して俺の成長を見守ってくれてるんだよね。だからどのプレゼントからも本当に母さんからの思いが感じられるんだ。実を言うとさ、今年送られてきたプレゼントってのがまさに例のセンペル・アウグストゥスだったんだ。だからこのプレゼントだけは俺自身の力で形にする必要があったんだよね。
その通りだよ。あ、母さんもセンペル・アーグステスが大好きだったってレスター夫人が教えてくれたけど、もし母さんがいたら、俺がこの手で育てたセンペル・アーグステスを渡して愛してるって伝えられたんだろうな。お姉さん、そう言ったからには。もう後悔しても無駄だからね。約束だよ。なら、その時は母さんにも報告しとかないとね。俺にとってすごくすごく大事な人が見つかったって。母さんが俺に得てほしいと思ってる愛と幸せが、少しずつ形になってきてるよってね。それじゃ明日うちに来てよ。屋敷の後ろの山にセンペル・アーグステスを植えに行こう。昨夜例の手記を読んでたら徹夜しちゃってさ。実践あるのみって感じかな。これで準備万端。よし、山に向かおうか。まずは土を耕そうか。手記によると、土壌は肥沃だけじゃなく、通気性の良さも大事な条件の一つらしい。深さ数十センチの穴を掘り、そこに特別な処理を施したセンペル・アウグストゥスの球根を入れる。あ、それが一番大事な工程なんだ。処理は昨夜のうちに俺が済ませておいたから大丈夫。知ってた？どの球根にもそれぞれ唯一無二の生命力が宿ってる、だってさ。つまりこいつらは花びらを広げる一瞬のために、おのおのが眠りながら力を蓄えているってわけ。あんたと一緒にこの種を植えることができて俺はすごく嬉しいよ。だからさ、この花が咲く時もあんたにはそばにいてほしいな。
これでよし。太陽の光と女神アフロディテの祝福のもと、この球根たちが健やかに成長し、いずれ綺麗な花を咲かせますように。え、今からお昼？忙しかったの？ならよかった。出張先でさ、ついさっきアフロディテの彫像を見て話したくなったんだ。そうだね、感動したよ。彼女の美しい姿を彫刻家が見事に表現してた。うん、欠けた腕には相応の独特な美があってさ、人体とその躍動で人間の生命力と知恵を表してるんだ。彼女はまさに古典芸術の頂点と言えるね。高貴で優雅、立派で厳粛。お、あんたもそう思ってたんだ。なら、魂が共鳴してるってことかな。無理に答えなくてもいいよ。その顔がもう答えになってるからね。彫刻は特に学んでないよ。古典芸術の授業で軽く聞いただけ。うん、やったことはあるけど、あんまりにも下手だったから予想とは全く違うものができちゃったよ。嘘じゃない、本当のことだよ。でも、あんたがモデルなら俺の腕もぐっと上がるかもしれないね。冗談じゃない、本気だよ。本当に？あ、なら、モデルになってくれるお礼に、俺からプレゼントを送るよ。女神がアフロディテ像の写真だよ。彫刻の立体感や細部までは再現できてないかもだけど、記念としてはいいかなと思ってさ。そんな改まってどうしたのさ。数日空いただけでもう他人行儀なの？ああ、またね。バイバイ。